こちらは大正7年創業のハラホンダ。車とバイクに関わるさまざまなサービスを提供する企業グループです。そのグループにはご覧のように5つ会社があるんです。では5つの会社を見てみよう。中核となるのが車とバイクの販売、整備やバイクのレンタルを行う会社、ハラホンダです。そして 50cc から大型バイクまで幅広い販売・整備を行う二輪専門店のモトウィズ。こちらは新車や中古車の販売・整備をはじめ、新しいスタイルのカーリースを扱う会社、スマイル。車の板金・塗装など修理を専門に行うフリーオート。そして車の買い取り・販売を専門とするアップル。県内で9店舗を展開しています。スタートは自転車店だったと聞いてるけど。ハラホンダの創業は大正7年1918年、下伊那郡金江村、今の飯田市金江に小さな自転車店を開いたのが始まりです。現在は北は長野市から南は飯田市までグループ全体で13店舗、県内全域で人々のカーライフをサポートする企業となりました。働いている社員の方にちょっと話を聞いてみよう。すみません、今はどんなことしてるの？はい、車の買い取り査定をしております。お車のセールスポイント、オプションパーツなど、お車のいいところを見させていただいて、金額をつけております。何やら作業をしているけど何をしているの？これはお客様から12ヶ月定期点検ということでお預かりしまして、一通り、点検をさせていただいて、1年間しっかりバイクが乗れるように整備させていただいております。便利だなと。いろいろ何でもかんでもがあって面倒見てもらえるとか相談に乗ってくれるなっていうイメージが大切だと思うものですから、できるだけお客さんに便利さとか信頼とかね、そういう安心感を持ってもらえる会社、あるいは店、あるいは人っていうことが大事かなと。